場所くん、今日は12月31日。大晦日だ。まずは、今年1年当チャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございます。ここまで動画投稿を続けてこれたのは、ひとえに皆様のおかげなんだぜ。今日は、大晦日ということで特別会、10万円を1000万円に増やすためのプランについて私なりの解説をしていこうと思う。数値的には、10万円から1000万円というようにしているが、1000万円あれば専業トレーダーになれるはずだ。つまり、今回のテーマは10万円から専業トレーダーになるための道筋、ということになるな。なるほど。それは興味深いんだぜ。今日の話を聞いて、来年中に私も専業になるんだぜ。それでは早速始めようじゃないか。10万円から1000万円を目指す道のりは大きく3つのステップに分けることができる。10万円から200万円の道のりと200万円から1000万円の道のりだ。あれ、その分け方には何か理由があるのか？海外 FX 業者は200万円を境にレバレッジ規制を行うところが多いからだ。だから、200万円までの戦略と、200万円からの戦略を分ける必要がある。まず最初、10万円から200万円までの戦略について話していこう。この200万円までの戦略についても、いろいろな有効な戦略があると私は考えている。うげ、1000万円までで2パターンあって、200万円の中でもたくさん、分岐が多いんだぜ。まあ、それだけ選択肢が広いとも言えるからいいだろう。今回はそんな中でも5つだけ紹介することにしよう。その名も、4時間足並み乗り作戦。内容はその名の通り。見るチャートは4時間足。ここで表示したチャートで解説しよう。相場全体は黄色矢印のように下落基調。その中で戻り売りできそうな部分が3箇所ある。ここでショートを打ち込んでいけばいいんだな。いや、違う。エントリーするのは赤い矢印の部分だ。4時間足で安値更新でのエントリーであれば、基本的に利益が乗る。水色矢印の位置でエントリーしないのは、あの位置でエントリーしてしまうと、そのまま上昇していってしまう危険性があるからだ。その最たる例が、白い矢印の位置だ。水色移動平均線で反発しているように見えるが、そのまま上昇してしまっている。これでは大損失待ったなしだ。それよりも多少エントリー位置が悪くても、勝率が高い位置を狙うべきだ。ロングの場合は、これと逆のようなチャートを探してほしい。この手法を使えば、平均して150から200ピピは獲得できるはずだ。証拠金10万円に対して、0.25 ロットでエントリーしていくことを考えると資金は次のように推移していく。最初のトレードで10万円が15万円になる。利益率 50% というすごい数字だが、ある程度のピップスを獲得しての数字なので、ありえない数字ではない。2回目のトレードで同じ利益を上げる。3回目からはロットが上がるから、利益額も変わってくる。っていうのを続けていくと、その後はこんな感じになっていく。8回のトレードで目標の200万円に到達することができる。たったの8回で、爆速なんだぜ。まあ、すべてがうまくいくことはない。これは損切りを行っていないパターンだし、すべての利益を平均的なピップスで計算している。だから、実際はもっとトレード回数が必要だったりもしかしたらもっと不要だったりするかもしれない。しかし、理論上8回で到達可能というのは、希望が見えてくるんじゃないのか。ぜひ、頑張ってみてほしい。ちなみに、200万円以降も同じ手法で資金を増やしていった場合は、こんな感じの資金推移になる。あと4回で1000万円に到達可能だが、これは正直おすすめしない。どうしてなんだぜ。たった4回で到達可能なら、その手法で行くのがいい気がするけど、さっきも言ったが、200万円からはレバレッジ規制が入る。少し戦い方を変える必要があるんだ。それでは200万円から1000万円までの戦略について解説していく。1000万円を目指す上で欠かせないのが、安全性。500万円まで資金を積み上げたのに、一撃で退場、なんてことになったら立ち直れないだろ。しかし、200万円から1000万円。資金を5倍にしなくちゃいけねえ。10年かかっていいなら、余裕だが、そんなんじゃ FX をやってる意味ねえよな。だから、安全性を取りながらも、十分な攻撃力を兼ね備えた手法。これが必要になるわけだ。その手法がこれだ。ごくり。日足で MA 乖離率トレードだ。MA 乖離率トレードって、レイムがいつもやっているトレード。それを日足で、どういうことなんだぜ。まあその名の通りだ。いつもは15分足レベルで行っている逆張り手法を日足レベルで行う。このチャートを使って説明しよう。これが現在の日足チャートだ。移動平均線の値は25、50。私のいつもの設定だな。さて、15分足であれば100ピピくらいから逆張りでエントリーしていくんだが、日足の場合は、その7から10倍でエントリーしていく。つまりは700ピピから1000ピピだ。このチャート上では、矢印の1でエントリーができる。月に1、2回ほどエントリーチャンスがある計算になるが、エントリーすれば、500から1000ピピくらいは軽く利確できる。そして逆張り手法だから、安値、高値を更新してしまった段階で損切りすればいい。リスク管理はバッチリだ。それにもかかわらず、利益もたんまり得ることができる。では、こちらの手法も先ほどと同様に、どのように資金が推移していくのかシミュレーションしてみよう。初期資金200万円スタートで、1トレードあたりの平均利確ピップスは500ピピ。資金100万円につき1ロットでエントリーしていく。そうすると、こうなっていく。あれ、こっちも4回で1000万円に到達しているんだぜ。さっきと変わっていないんじゃ。そうだな。回数的には同じだ。しかし、先ほどの手法とこの手法の違いはエントリー頻度にある。今回の手法は資金を守るためにエントリー箇所を厳選している。だから、損切りしても資金が減らない。ということは、ここで記した表の通りに資金が増えていく。ひえ、これは最強の手法なんだぜ。さて、10万円から一度も損切りしないで利確を続けた場合、200万円までで8回、200万円から1万万円までで4回の合計12回のトレードで1000万円に到達する。たったの12回で1000万円。これこそが、この手法の恐ろしいところ。さて、ここからは200万円から1000万円までの手法で使用した日足の逆張り手法のおまけ情報を解説する。おまけ情報、一体何のことなんだ？この手法は日足レベルでトレードしていくから必然的に保有時間は1週間から2週間ほど。そこにロットが1ロット以上。そうなると気にしなくてはいけないのが、スワップだ。スワップ。いつものレイムのトレードはスキャルピングからデイトレードだからあんまり気にしていないけど、確かに長期的な取引になったら、スワップポイントもバカにはできないんだぜ。だからこそエントリー方向には気をつける必要がある。ゴールドであればショートポジションを持つことでスワップポイントがつく。1ロットで1日2800円だ。おお。っていうことは1ヶ月で、8万4000円。結構大きい金額なんだぜ。逆にゴールドをロングで入った場合、1日あたり3500円のマイナススワップとなる。1ヶ月で10万5000円だな。ひえ、何もせずに10万円以上がなくなっていくのは辛すぎるんだぜ。だから、ゴールド以外でもこの手法でエントリーするときは、スワップポイントまで注意してみてあげると、含み損を抱えても意外と精神的に安定できたりするな。さて、それじゃあ最後に、私から一言。今年のトレードでうまく勝てなかった人、退場してしまった人、いると思う。多分、気持ちのどこかに焦りや悔しさがあると思う。その感情に任せて、大きなロットでトレードしたり、根拠のない位置でエントリーしないでほしい。今回解説したみたいに10万円あれば、12回ほどのトレードで1000万円を到達することができるからだ。だから、今自暴自棄な気持ちになっているトレーダー諸君。そんな時こそ落ち着いて、戦略を練り直し、着実に取引していくんだ。今自分が扱っている手法でトレードした時に、平均的にどれくらいの利益が出るのかを計算して、資金に対するロットを設定したら、今回みたいに何回のトレードで1000万円に到達するのか、容易にシミュレーションすることができる。今年もあと数時間、来年以降、本当に勝ちたいと思っているのなら、残った時間でそれだけは済ませて、来年に希望を繋いでみるのもいいだろう。何回のトレードで1000万円に行くのかわかるだけでもトレードのモチベーションが高まるし、何よりも、無茶なトレードの回数が減る気がするんだぜ。お、いいこと言うじゃねえか。そうだ。FX をしていると、ゴールまでの道筋がわからなくなることがある。自分が使っている手法、つまりは乗っている列車がどのようなレールの上を進んでいくのか、把握しておくことで、その列車が遅延したとしても、レールは目的地まで続いていることはわかっているのだから、焦らなくなる、ということだよ。さて、それじゃあ最後に、今年1年、皆様の応援のおかげでここまで動画投稿を続けることができました。ゼロカットや爆益。基本的にほとんどのトレードを動画にしています。今後もトレードを動画にしていきます。ぜひ、来年もゴールドトレード研究所 FX チャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いするんだぜ。来年の視聴者諸君の爆益を真正面から願っている。私とどっちが爆益できるか競争するんだぜ。それじゃあ今年の動画はこの辺で、サラダバー。来年もよろしくね。サラダバー、